どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。毎週金曜夜19時半会場20時ゲームスタート、トライブデトロイト続きをね、ちょっとふって言っちゃったけどプレイしていきたいと思います。で、マーカスっていう人を多分操作してたんですね、前回は。 50% コンプリートは他の世界もあるってことね。全世界の選択を見ようか。何パー？ 65、71。 バスに乗った他の選択肢もまだあるよと。まあ私はこれで行くぜ。続ける。開ける。あ、名前がついてるね、カーラって。 R1 でカメラの角度を変える。はいはい、トットについてこい。でもさ、あんだけ前回の人の時にさ選択肢があったってことは。ほら来い。はーい、わかりました。せいで家は荒れ放題だ。とりあえず家事と洗濯と料理と、それからたか、あのクソガキどこに行きやがったんだ。アリス、アリス、ああそこにいたか。こいつはびっくりした。面倒見てやれ。宿題とか風呂とかそんなとこだ。いいな。はい、トット。一階を片付けたら二階を頼む。でも型番的には古いんだと思うんだよね。カーラ、周囲をスキャン。いっぱいあるね。急ぎの作業、任意の作業、食器を集める、ゴミを集める。ゴミを集めていきますか。最初ちょっとだけ思ったんだけどね、ヘビーレインのさ家に似てるなと思ったけど、そうでもないね。大体こういう作りなんだろうね。玄関入って階段とかリビングとか。よし、食器を洗う。はい。お、スキャン。あ、故障してる？多分な。部品が足りない。あ、すげえ。瞬時にスキャンして壊れてるとこをチェックして、もう注文した。手に入る。ああ。え？わお。やめよう、そういうコントローラージャイロシステム。不安になるんだけど。あ、タッチパッド。よし、ジャイロはちょっと不安だな。今のうちでもしっかりと動かせるように練習しとかないとな。一番最後でやらかすかもしれねえからな、俺が。テレビオン。アリス、ちょっと待ってね。やめなさい、もうコメントにショーンみたいな感じになるの。またタッチパッド、すごいね。こんなにタッチパッド PS4 のやつ触ったの初めてだよ。キリンの人形なんぞ。はい、トット、ビールを持ってこい。トットにビールを持っていく。ちょく、うわー、アンドロイド使いひどいな。倒れてんな、ビール。すげえ、アイスホッケー見てる。そこの上も汚れてるね。片付ける。ゴミをゴミ箱に捨てる。ゴミ箱を持ってくる。ゴミ箱どこ？角度を変えて。なんか今近くになかった？じゃないか。これか。
ゴミをまとめる、キッチンを片付ける、ちょどこに行く、ちょ、こっちだ。ゴミを捨ててくる。すげえ早い。キッチンを片付ける。キッチンにゴミはないのか？あったね。ピザ超食ってんな。分別は大丈夫なのかな？リビングのテーブルを片付ける。オッケー。そうね、奥さんの姿が見当たらないから。手に取る。すごい、何その赤いの。そういうのまとめるのがあるんだね、便利だな。何、まあ完全にあれだね、請求書がめっちゃ届いてます。お金も厳しそうって感じが。よし、さあ、ゴミは捨てたぞ。お、横に人が。ああ、バスを待ってんのか。トットの家に戻る。ふざけやがって。何？トットに報告する。どうした？おい、こら見えねえだろ。すみませんでした。二度としません。って言ってもう一回やったらどうなるんだろう。もう湾曲テレビじゃん。なんだ？オールスポーツ。見つけた記事はボーナスページで読み返すことが可能。アンドロイドスポ、あ、そうなってんの？なんだ？ちょっと待って。赤い煙が出てるけど。え、何そのドッキリみたいな。1階の掃除を終わらせる。1階は終わりました。2階に行きます。やることやって俺のことをほっといてくれ。もうそっちから行っちゃダメだって。そっちから。びっくりしたよ。早速勝手にテレビの前を横切るのかと思ったわ。タクシービジネスクラス。うん？まあ、仕事かな。めっちゃ吸ってるね。電子タバコみたいな感じだけど、赤い煙がやばいし、あーとか、もうそんなタバコある？一回の掃除は終わったのかな、これは。大丈夫だね。アリスの部屋を片付ける。人形。かわいい人形ね。名前は？アリス中立。多分前もここのロボットだったから名前を知らないはずがないと思ってるから、なんでそんなこと聞くんだろうって不思議があってんじゃないかな。2階を掃除する。おもちゃが転がってるね。踏んだら痛いぞこれ。トットの部屋か。ベッドを整え、汚れた場所を、はいはい、電源を入れる。テレビ見ながら掃除するか。じゃあ次。うわぁ、やっぱりこの失業率がやばいことになる。 37.3。 勝手に切り替わったぞ。ウォーレン大統領がサイバーライフ
新工場の完成記念式典に出席しました。式典では大統領がアメリカ経済におけるサイバーライフの目覚ましい業績を改めて強調し、さらに国防省が軍事支出の増加に伴いアンドロイド戦闘部隊増強する見込みだと。もはや戦争はアンドロイドがするのか。消した。なんだ。さあ全部片付けてしまおう。レコードなのかな。またこんなとこにもオールスポーツが。いいね、この雑誌じゃなくてなんかタブレットみたいな、電子書籍をね具現化したような感じなんだけど、次のページとかは全部こうタッチパッドコントローラーの部分でねやるんでね。次1ページ、はいはいはい、自動運転が生死を決める命の値段。うわー、今まさにねこう自動運転が実現されようとしてるからすごいな。このゲームの世界でもなんかタイムリー。ふんふんふん。前？ほうほうほう。欲しいねこれね。手に取る。薬だな。抗うつ剤。これは、うわ銃もあるぞ。見ちまった。なんかアンロックされたけど。役に立ちそうな会話、またアクションアンロックした。わあこれ聞けるってことか。じゃあベッドメイキングうまっ。あんな主役者だったのこんな綺麗になるか。窓が開いてる。換気。よし、コントローラーめっちゃ上に振りかぶったわ。片付ける。お、なんだそれ、それなんですか。なんだ、何してんの。え、何を見たの。すげえ気になるわ。オッケー、トットの部屋は終わりだな。おお、びっくりした。なんてやつだ。ここは浴室だね。綺麗にしました。ちょっと嫌そうな顔しなかった。ああ右はあれだね、アリスの部屋だ、子供部屋。最後にじゃあアリスの部屋にしようかな。私だ。もうここにこう右側の方に字幕が私だ。片付ける。よし。モップをかけて。ん？いや違ったわ。普通にタッチパネルだったわ。めっちゃコントローラー振ってたわ。わあ面白い、こんなコントローラーいろんな風に使ったの本当に初めてだわ。よーし、さすがですね。よし、お部屋のお片付けをさせてね。2分で終わるからいい？アリス、2分間だけ待ってくれ。行くぞ。数えないでね。よいしょ。なんだ、何がアンロックされたんだ。おい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 、その左下にあるのは何なんだろうね。パンダが奥にいて、右にはクマの人形か。秘密基地だね自分の。気になってるみたいだな。
さあ換気もして、もうアリスの部屋そんな汚くないじゃんもはや。なんだこれ、鍵がかかってる勝手に開けようとしてたらこのアンドロイド何って思うでしょ。アリスちゃん、あ、不思議な国のアリスちゃんじゃないか。そうよね。お、親密になった。お話するかい。あ、ちゃんと踏まないようにね、かがむ。友達、アリスの情報お願いする。私が初期化されてしまう前のようにまたお友達にならない？好み、無口、母親はカーラの名前。あなたが名前をつけてくれたの？カーラ、いい名前。何からつけたの？やべえ、奥さんの名前とかじゃねえのこれ。母親はでそうなるでしょう。好み。好きなものは？好きな遊びとか場所とか食べ物とか。信用。私に教えてくれない？無口、そっとしておく。無口。無口なのね。怖がらないで。あー、あ、ルート解除、鍵くれた。あの中に多分写真とか入ってるだろう。俺のアンドロイドの勘がそう囁いている。ちょうど絵本をまたいでる時に。よし、アリス何なんだろうね。トットなんとか W だから、ウィリアムとか。さあ、オルゴールだね。四つ葉のクローバーだ。奥さんが写ってる。かっこいいな、トット。かわいいね、アリスちゃんもね。ちっちゃい頃だな。お、おっと、これ私じゃないか。カーラでしょ。え、違う、あれ、トットとカーラ。あ、違う、私いたわ。右はアリスちゃんか。いじめられてますね、カーラ、トットに。あ、ぶっ壊れた。お前、事故とか言ってあれだろう、破壊されただろう。私、そういうことか。そういうことね。で、今完全にカーラは危険を察知したね。うん、危険を察知。おーっと、横にはなんかすげえでかい重機が動いてんな。何してる？遊んでるの。遊んでる？そうだな、こう思ってんだろう。親父はクズだって。ん？仕事もねえ、会社もねえ、負け犬だってな。俺だってこれでも努力はしてんだよ。でもどんなに努力してもいつだって誰かが邪魔すんねえ。お前も俺のことが憎いんだろう。俺には分かってんだ。さあ言え、憎いんだろう。俺は何してんだ。ごめんよアリス、許してくれ。ごめん。嫌な予感がするぜ。父さんもお前を愛してる、分かってるだろ。アリスは助けを求めている。
で、まあトットがああなってしまったのはこう抗うつ剤のせいもあるんだろうね。精神が不安定になってしまうって書いてあったから。トータルポイントめっちゃもらえたな。1180。多分この1階を掃除するの別の以外は全部いったね。ほら、世界、全世界の選択は、トットの邪魔結構半分以上いかないぐらいで、こう 41% しかいないな。意外と邪魔しなかったんだ。他は全部みんなやってるね。 94% とか。 OK、 掃除を終えた。品物を置く、ここらへん。おこ、おお、おおか、あ、置いた。2、3回ぐらいこう置く置かない繰り返しはやばいよね。ちゃんとでも上着置いたね。まあこれもう右から左に私ですみたいな。よし、2階でカールを起こす。カールの世話をする。わかった。何これ、鳥小屋だ。でも中に入ってるのはなんだ、これはどういうことだ。おい、生きてる鳥だとしたらすげえな、この止まってる感じは。え、今動かなかった。あ、え、つける、うっそ、アンドロイドなのこれ。わお、ロボットか。鳥ですら。まあでもな、アイボとかいるぐらいだから、ワンちゃんのね、ロボットが。ん、絵を描いてる方なのかな、それとも。わお、自動かよ。一回先に散策しちゃう。またあったね。北極、ロシアが欲しがる理由とは、氷に覆われた宝。ページを次でいいのかな。衛星タイタンに生命体。タイタン、まあ、星なのかな。衛星タイタンに生命体、地球外生命の可能性もあす。あ、エイリアンでもいいのかね。右側の方になんかあんね。だから随分と豪邸だな。チェスだ。あと3手でチェックメイト。そこまでわかるのか。え、勝てないんじゃない、もう。おお、キリンいるじゃん。剥製だな。部屋にキリンの剥製ってすげえな。こっちもいた。何、試すって。お、なんだ、暗いよ。あ、開いた。え、あー、全面ガラス張りですかこれ。すげえ、カーテンが超上まである。でもここがアトリエだね、多分。片付ける。いいんですか、勝手に片付けて。デザイナーな方はほら、そこにあるのがベストポジションとかそういうのないよね。怒られないかな。こっちも片付けられる。ということで、あれだね、買ったのは絵の具とかそういうことかい。あと向こう側に何かあるな。
こんなアトリエ行ってみたいよね。まだあるな、あれ。これで全部かな？全部だね。すごい、もうテレビがさ、多分これ透けてるやつだよね、後ろに。うわー、え、でもこっち側からも見れんの？超欲しい。テレビが2台いらない、1台でいいんだ。机ね、食卓からも見れて、こっちソファー座ってても見れるんだな。うわー、超欲しい。まあなんかね、今そういうのが出てきてるんですけどね。ただ後ろから同じように見れるわけでは確かなかったはず。私も記事読み見ましたけどね。これも片付け。さっきから確かに、まあでもほら、皆さんアンドロイドは家事とかも全部やるっていうからね。だから必然的にそういう動きが。食卓にトレイを持って、あ、朝食の用意ね。すごい、もう起こす前に全てやっておく。これはね、すごい素晴らしいホスピタリティですね、これね。俺されたら嬉しいわ。そんな起きたらもう全部綺麗になって、かつご飯用意してくれてるってどういうことだよってなるもん。ではついに起こしに行きましょうか。2階でカール起こす。あー、素晴らしい考察をしてる人がいるね。結構青が多いから、青市とかアンドロイドの絵を描いてるのかっていう。部屋はどちらかな。青多いもんね、絵に使われてるのは。でね、このアンドロイドを操作してて思うのはね、結構早歩きなんだよね。普通にスティックをどの角度で倒しても移動するときはこのスピード。やっぱアンドロイドごとに個体にこう違いがあるんじゃないかっていう。カーテンを開ける。オープン。お、なかなかな方ですね。おはよう、カール。おはよう。もう10時ですよ。天気は一部曇り、気温は12度、湿度 80% で午後には小雨が降るかもしれないそうです。ベッドで過ごすのにもってこいの日だな。注文した絵の具を受け取ってきました。そうだ、忘れてたよ。そこがお前と私の違いだな、マーカス。お前は物忘れをしない。うわあ、すごい。それじゃ腕を出してください。いや、カール。どうも。随分とフレンドリーだね。起きて早々歯を食いしばれというのか。痛いんだ、やだな。人間は脆い機械だ。いいとも簡単に壊れる。ここまでしないと生きられない。おい、その服はどうした？ああ、これは街角でデモに出くわしてしまって。愚かな奴らめ。アンドロイドを一体壊したところで何か変わるというわけでもあるまい。怪我をしていないといいが。ああ、 いえ、押し倒されただけですよ。平気です。これでよし。それじゃあお風呂に行きましょう。よいしょ。歩けないんだね。あ、おお、すっげえところで止まってる。逆に難しくねえかそれ。アンドロイドだからできるって感じやな。すげえよ、こうストップモーションみたいな感じで。ほぉ、もう早く行けって怒られそうだ、ご主人様にな、カールに。
優しいですね。今のところなんかこうアンドロイドは道具みたいな感じで接する人が多いけど、急に超優しいカール。さあ体を洗ってあげたから戻って、車椅子に、カールを起こした。カールを食卓に連れて行く。ごめんね、急に止めてね。特にないな、洗濯が。何か予定があったかな。ねえ、今日はモマの回顧展の公開初日ですよ。うん。責任者の方が参加確認のメッセージを何度か残されていました。うん。まだ決めていなかったな。また後で決めるとしよう。あ、横にあった。ファンからのメールです。返信しておきました。うん。レオから連絡は？いいえ、カール。早い早い早い、意外と早い。いや、その必要はない。腹が減った。ベーコンと卵をお好みのスタイルで用意してありますよ。 ありがとう。いいえ。テレビオン。朝食を食べている間は自由にしていなさい。ねえ、うん、そうします。優しいな。朝食も出して、何かやることを見つける。掃除しちまったんだよな。あ、そこもまだ綺麗にできるか。なんだ、なんか本が、あ、ちょ、あ、本を読む。シェイクスピア、どうしよう、プラトン、キーツの詩。シェイクスピアでいこう。もしかしてさ、パラ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 ってやったら全部こう記憶するみたいな。だよね、そんな感じだよね、今の。何を読んでる？マクベスです。進めていらっしゃったので、はい、商人ですな。感想は？人間の感情はとても、興味深い。でもちゃんと僕が理解しているとは思いません。人間だって理解していないさ。人は感情に支配され、感情次第で乞食にも王様にもなれるんだ。感情をなくして生きる意味はない。私がいなくなったらお前も自分で身を守り道を選ぶことになる。自分は誰なのか、どうなりたいのか。人間は皆同じであることを求めるものだ。だがその言葉に惑わされてはならんぞ。さあスタジオに行こう。カールをスタジオへ連れて行く。あー、でもここで選択できるのは一つだけだったから、何をするかでまた変わってきそうだね。わお、毛皮もあったな。今絨毯だろうな、あれは。あー、これなんだろうと思ったら、そういうこと？乗せて、うわー、よし、前回の続きだ。シートを剥がしてくれ。シートを外す。でもあれだね、いいオーナーがついてくれるとアンドロイドもなんか性格変わってる気がするけどね。新しい指示を待つ。わー、人を描いてるな。おー、耳の部分を今
何かお手伝いできることはあるのかな。そう、本来ならここで掃除をするのにもう掃除してあるっていうね、このできるアンドロイドですよ、これが。お？さあ、意見を聞かせてくれ。好きじゃない、意見を言わない。なんだろう、意見を言わない、意見を言わない。異常はプログラムされていないんです。あ、そういう感じか。僕の評価は当てにならないですよ。正直言ってもう何も言うことはない。こうして日々が過ぎ去るごとに死が近づいてくる。私はブラシにすがりつくただの老いぼれだ、カール。私の話は置いといて、お前の才能を見せてもらおう。お絵描くのか。筆を取って描いてみなさい。描くって言っても何を描けば。何でもいいから描いてみなさい。まあもうここ画伯の力見せるしかないようですね。この私に絵を描かせるということは世界が変わるぞ。題材を決める。お決めどうやって決めるんですか。え、どうするんですか。あー、何を描くかっていうか、机を描く。カールの絵を描く。カールの絵をそのまま描いても面白くないだろう。ここはあえて机を描くんだ。で、はいはいはい、そうだな、こういう感じで。で、机だろう。つまらないって言われそうだな。あー、いや、いいね。これは現実の完璧な複製だ。だが絵画では模写するだけではなく、自分が感じたことを解釈し表現することが大事なんだよ。無理ですよ、そういうふうにはプログラムされていません。さあ、ほら、筆とそのキャンバスを使って。無茶ぶりされてるけど、だよ。何書こうか。イルカとかいいんじゃないの、青だし。目を閉じてみなさい。はい、いいから。みんな目閉じて。存在しない何かを思い浮かべろ。見たことのない何かだ。そして自分の感情に意識を集中させて、気の向くままに筆を動かすんだ。やばい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 、すごい読み込んでるけど。アンドロイド、人間性、アイデンティティ、アイデンティティ、やばいな。アイデンティティで、あなた、そのいろいろ選択するのか。囚人、疑念、絶望、アンドロイド、絶望。絶望でいく。大丈夫かな、絶望なんて書くと。やべえ、できた。素晴らしい。やべえって。レオ、親父。お、息子か。レオ、気づかなかったよ。ああ、近くに来たから寄ってみたんだ。しばらくぶりだしな。どうした、具合が悪そうだぞ。ああ、平気だよ。なあ、親父、金が必要なんだ。ダメ息子ってやつですね、これ。またか。この前渡したばかりだろう。ほら、
すぐなくなっちまうんだ。ああ、また薬をやってるのか。違う、全然そんなんじゃないって。ええよ、私に嘘をつくな。ないいから金くれって言ってんだろ。頼むよ。悪いな、お前に金はやれない。あ、なんで。分かっているだろう。ああ、そういうことかよ。どうせ自分の息子よりそのおもちゃの方が大事なんだろう。あ、こいつのどこがそんなにいいんだ。賢いから、従順だからか、俺とは違って。だけどな、こいつはあんたの息子じゃねえ。こいつはただの機械だよ。ええよ、いい加減にしないか。やめなさい。あんたが愛しているのは自分と自分の絵だけさ。人を愛したことなんて一度もないんだろ。俺のことだって。おー、画家。あーで、選択で各絵多分変わるんだろうね。もう一番最初アイデンティティじゃないところ、アンドロイドとかでまた絵が変わってくると。で、私が描いた絵はあれだったね、アンドロイドが泣いている絵だったね、完全に。まあ自分がこのデモでさ、なんつうんだろう、仕事がなくなってるのはアンドロイドを、それをなんつうんだろう、自分にこうぶつけてくる人たち、デモの人たちとか見ると、いや、なんでだよっていうね。理由になってないだろうって気になるんでしょうね。ふんふんふん。いやー、でも本を読む以外の選択するとまた変わるね。でもさ、この本を読むとこちょっとズームできるかな。できた。シェイクスピアを選ぶ人多いね。ジョン・キーツ逆に全然選ばれてない。選ぶ人変わるんだね。やっぱ俺多い方選んでるな。あ、やっぱり机を模写する人も多いね。銅像も多いけど、カールの絵を選んだ人は逆に少ないんだな。みんなアイディティティ選んでんじゃん。アンドロイド少な。アンドロイド選びたかったわこれ。でも絶望選んだ人 8% しかいない。ね、囚人とかも選んでる人いますけど。はい、ということで、今回はここまでで、次回からはもしかしたら生放送じゃなくて動画かもしれない。どちらになるかは分かりませんがね、動画が上がったら動画でやっていくと思うので、よかったら見に来てください。ということで、本日最後まで視聴いただき誠にありがとうございました。動画、生放送ともに、今後楽しんで、よかったら見に来てください。ほんじゃまたなー。